生、シェナーンと竜はアイルランドに伝わる聖人伝説である。カヒー島の航空写真アイルランドのカヒー島には一つがんの凶暴な竜が住んでいたという。その腹は不意のようであり、口から吐く息は炎となった。大きな二本の足を持ち、歩くたびに鉄のような大きな爪が地面をえぐった。海に入れば、 全身から放つ熱と毒気によって海水は逃げたった。この恐ろしい竜とあって逃れ得た者はいなかった。ある時、聖、シェナーンが大天使、ミカエルのお告げを受け、カヒー島に来て、教会を建てようとした。彼の到着を知った怪物は怒りまくった。しかし聖、シェナーンは、慌てることなく、怪物に言った。この島を去り、途中では誰をも、着いた先でも誰をも傷つけるな。 すると怪物は、シェナーンの言葉に従い、そうして、スリアブコランのドゥーロフ法についてもそこで無害な、怪物として過ごしたという。アイルランドやスコットランドの伝承に登場する竜には、ワームのようにヘビに似た毒を吐く者と、ドラゴンのように翼を持ち縁の吐く者がいる。この地域では、前者の竜が、多くの伝承に見られるが、シェナーンとまみえた、この竜はドラゴンに近い怪物だと考えられる。 スカッタリー島とも言う。聖、シェナーンはアイルランド十二首都の一人である。ありがとうございます。